鬼め、縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる、そういうお達しじゃて。お達しね、変わっちまったな、アシナの戦も。
死にきれぬようじゃ。 なんだ？ お前さ、勘が戻ってきたようじゃな。 忍びらしくなってきたように見える。取っておきな。これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ。忍びの戦う術が書いてある。まあどうするかはお前さん次第よ。戦う術など忍びだけでもあるまいて。 よどみのあふれで振りまかれやがて死に至る病じゃ。なんだと。わしのことなら心配いらん。あいにくとまともじゃないんでな。じゃが喋るのは面倒じゃ。あとは エマに聞け。物資殿には会われましたか？あ、俺は。はい、我が師道元より聞いたことがあります。竜院は改姓の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力。 繰り返せばやがて淀みがあふれ関わった者に病として降りかかる。その病を竜害と呼ぶと知りながらそれを止められなかったは私の不明です。すみません。その竜害を治す術は分かりません。ですが突き止めねば。まずは 死の残した記録を当たってみます。頼む。ではまた。 Ugh!